皆さんおはこんばんちはです。パパスです。今日は今バラバラ出ていってるミラジーノさんのですね、燃料タンクを下ろしていきたいと思います。外すんかな、下ろす、まあ、だからポンプが普通の車って上から外れるやん、これ外れへんから、まあ下からはいやってみようか。難しい、 OK。できへんかったらやめるで、途中でさすいさすい燃料タンクの位置、はい、まあ、カプラは別であるんと思わないけど、うん、裏から スペアタイヤとかそのカーペットめくったら、はい、まあ、多分見えると思うよな、うん、もうすぐ、うん、これがまあ燃料ポンプの配線やと思うね、はい、カプラは抜かなかんで、カプラは抜かなかんけどカプラ抜け、まあ、これはとりあえずな、うん、ポンプの線やっていう前提で下にプチョッとな、うんうん、はい、で上げてやると、はい、上げ終わりました。1個忘れた、何給油口のあのああキャップを緩めとかなあかん、ね、はい、キャップを緩めてあのシューって言わすね、はい、そうすると圧がバサッと、はい、でまあこれもともと燃料入ってなかったから、うん、入ってるやつだったら、うん、このこっから抜けるから、ここか、うん、ドア、まあまあ、うん、抜いてもん、はい、で今回はもうこの、うん、こうやつもほんまを外した方がええねんけど、うん、もう外さんとこは分かったね、はい、だからこっから外したらやっぱりちょっと漏れがあるから、うん、とりあえずここと、はい、このエアですよね、うんうん、コースをまず外していこうか、はい、まずここね、はい、何ミリ、遠ミリ、はい、ここははい、こうすまん、うん、うん、この辺まであるからちょっと奥まで行っとかな、結構、はい、緩いやつはこう、ああ、ああ、ああ、で、硬いやつはもうちょっとはい切れたりするから、はい、しっかりしやるし、まあ、スッと抜けるよね、はい、ここは引っかかって抜けへんとか要はあんねんそうなんや、うん、ほんではーい、ここあ、とりあえずポン、うん、ポンプをはいちょっと交換するっていう前提でいくから、はい、どういきましょう、これを外さなあかんやろな、外したらドワッと出てくるから、うん、とりあえず、うん、ここでバーッと下ろして、うんうん、ポンプが変えれるかっていうね、うん、まあ、タンクを外すってあんまりないから、うんうん、ポンプを交換とか、だからちょっとこのまま下ろしてみて、うん、まあ、この上の作業でできるってね、ポンプがね、あ、今の手だね、変わる、だいたいポンプを交換っていうそういうことね、うん、OK、 これがまあ下ろすときにパチンと割れたりする可能性があるやったら、まあ途中で外して、はい、下までちょっと降りるんやったら、はい、そこで作業、わかりました、っていう感じでいこうか、 OK、 うん、OK、 こんな感じでセットしてきました。ジャッキをオイルパンにかける燃料タンク、燃料タンクや、オイルパンちゃうわ、ね、うん、ここ10人だ、はい、10人です、4本、1、2、で、裏に回ってちょっと見にくいけども、これが3で、4がここここですね、よし、OK、もうあとはエアラチェで外していきたいと思います。OK、 4本外し終わりました。だいたい燃料タンクは引っかかってんねんけどな、はい、どっかが
バチッと脱落製品やん。うん、これ引っかかってないな。端っこ見て、なんかちょっとこうボディにちょっと引っかかってんねや。へえ、なんかなさ、あ、ないね。なさそうやな。ここも無理してるのか、うん、こいつ外してからだったね。そういうことね、うん、ここでドワッと漏れてくるいうことは、うん、燃料が入ってるから気をつけな。はい、うん、入ってないと思う。ここは何を用意しようか。ああ、うん、抜けた。あ、抜けた。これは大丈夫やろ。あとは、はい、こうやってね。あ、カプラ、うんうん、あそこにピンが止まって、これがちょうど、はい、足らんぐらい。あ、もうちょっと、もうちょっとやったら、はい、プッとしたらポッと、そういうことね、ピンと同じ幅になる。きた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 、こっちがあるんだ。オッケー。この燃料パイプが、はい、燃料パイプが、うん、もうちょいいける、もうちょいいける、うん、あ、あ、あ、来た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 、もうちょい、このバキュームが、はい、部屋のけど バキュームがここに引っかかったから、こいつを外しちゃうね。あ、さっきの2本ね、あの、うん、社長が今触ってる。こいつはあんま下にしたから。ここからドアと。これでもちょっと漏れてないと。ブレーキオイルかな。この。うん、これが限界やな。うん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 、だからやっぱり、うんうん、ここから外した方がいい。奥から。うん、この2本は、はい、やっぱり外した方がいい。これぐらいやったら、はい、なんか燃料ポンプを外すっていう感じやったら、うん、これでも燃料タンクを下ろして、おーおーおー、ここで外してもいいよね。ああ、そういうことね、うん、ここでね、うん、ここでね、作業が、うん、使ってしまってね、うん、もうね、ただ危ないから、うん、それはやめとった方がいいな。いいよ、うん、やめとった方がいいな。でだからやっぱり、うん、そこで、うんうん、やっぱこのホースは、はい、タンクについてるから、うん、ここからカプラーは抜かない。さっきの上から抜いたカプラーね、うん、で、こっち行こうか。はい、ちょっと斜め前、うん、ここはバキュームだから、はい、部屋抜くからね。あ、うん、で、こいつが何それ、緑のやつ、これ何やろ、これ多分パチッとはめ込みで、あ、ほんまや、あ、あ、うんうん、うん、抜くだけか、うん、あ、最後まで立ってしまっていいの、うん、うん、まあ、燃料が出てくる前提でな。セットこんな感じで。あ、抜き切ってもって、うん、これは楽やな。もう、うん、持ったことでかちょっとこっち側からピヨッとクイッと回したら、はい、この白いやつを手前にせなあかんか、うん、白いやつごと向こうに行く。ああ、せやね。おお、全部。おお、いた。白ごと行くから。この丸い輪っかのやつですね。うん、なんかそのままボシッと、はい、引っ張ってもうたら、いけるはず。ああ、そんな出てこなかった。せやね。よかった。ここは、うん、これやから、うん、簡単やから、うん、外した方がいい。そうですね、うん、で燃料が多いときは、うんうんうん、ドワー出てくるから、うん、この上のパイプからパイプ越し、はい、外してもらったら、うんうんうん、いいの問題ない、はい、
これはまあ、あんまり多い時は抜いた方がいい。オッケー。こういう感じで。はい。いけます。燃料タンク、降りました。またこいつか。まあ、これは簡単にできてるようで、はい、ここを普通の車みたいに外れるようにしてたら問題がないんだけどね。はい、上からね。うん、Nボックスの時とかも上からでしたもんね、車内から。全部上やな。うん。よいしょ。でやるとき絶対ここエアで綺麗にな。はい。まあこの辺とかちょっと封してもらって。こんな感じで、あとはだからこいつが分かるやろ、うん、ついてるから、うん、絶対ずっと上から抜かなあかんのと、はい、であとはまあポンプ自体はここやだからポンプ交換の場合はもうそのまま、はい、置いといて何もせんと、うん、置いといてまた付け替えて、うん、だいたいポンプ頼んだら配線このカプラー配線は一緒には来ないんですか？けんけんあまあ、アッセンとかで来るけどな。うーん。またも内張り抜きがあんねやんか。うん。これな。うん。内張りのピンを抜くやつや。うん。これがちょうどここに入る。うん。こんな感じのが左右ありますからね。うん、ここにな。おああ、へえ、これ。ああ、うわちょうど、これ専用じゃないんだけど。はい。で、できへん人はここをラジペンで、ここ。あ、チュッとうん、ここ。うん、ここのつまみをね。うん、はい。こう刺さってるから、はい、こう刺さってるから、うん、ここをあ、そこかこっちの方がこいつが残るから、はい、こっち押さえた場合は、うんうん、引き抜くのに当たるからな。あー、そういうことね、うん、そうそうそう、ういこれ取れてでこれ落ちるからなくさんようにしようかな多分方向あると思うやばいな入る方向やから、うんうーんこうしたらピンが入れへんけどあ一箇所で入れへん、うん、大丈夫一箇所だけです、うんうん、へえでこれ8ミリやねはい2468ミリが8本、うん、まあ神経質な人だったら対角にね対角にちょっとずつな、うん、エンジンの動画とか見てもなボルト内から締めていかなかったね。そこに目がけて、うん、でも締め切っていたらあかんねゆっくりちょっとずつちょっとずつまあこんなんはええと思うけどなぐるっと回したらあかんと思うパッキンが傷んでるでまあ多分1ギメの何かがここに、うん、まあこれでちょぼって出てる、うん、あると思うけど覚えといた方がええわはいでまずこの鉄板を外して、うんうんうん、鉄板を外して、うん、でこいつも抜くねんけど1はあるかなこれは1ないかこの切りかきは何なんですかこの溝いや大体方向がこれもあるだからまあ、うん、これに位置があるから、うん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 、まあ、これの入る位置やね、まあうんうん、そうだねだこういう向きを覚えててもらうまあ覚えとった方がいいよはいで、うん、こういう感じで必ず浮きがあるからうんうんうんで浮きとこのフィルターなあこれか、うん、絶対当たるからはいこの浮きポヨポヨンまあ、こういう感じで、まあ、取れたー外れたいう感じで、ね、はーい中は、うん、まあまあ、まあうんうん、燃料タンクの中なんて見ることないもんいや、これ錆びてるやつは買えなあかんで、ね、うん、もう分かる見て錆びてたらもう抹茶茶になってるよあ、そうなんやでこれちょっと赤っぽい燃料やんかおうおうおうこれはまだマシな燃料、うんあの灯油混ぜられたやつは透明やからね億単価が低いで燃料は灯油を作ったら勝手にレギュラーガソリンができるえでも、うん、冬抜くかったら、うん、処分できへんや
混ぜよねやろな、透明になってきよねや。ほな軽音とかのスラッジ、スロットとか汚れるやん。あんなんは多分ほとんどそうやと思う。昔は汚れなかったもん、真っ赤っかやったし。そうなんや、うん、燃料の色見ることないけど見るときあったら皆さんも分かるよ。灯油のちょっとほのかな匂いするやつもあるよ。ガソリン入れるとき大体もう最近セルフやからね、うん、皆さんもよかったら見てみてください。これ持って電気だけでいい。下に下がろう。下に行こうかこれ持ってまあ今日はこんな感じで、燃料タンクを下ろして燃料ポンプを外していきました。まあ結果下ろさないと燃料ポンプは外せない。まあホースも全部外してでパイプとか簡単やから、まあ基本的に作業はね、簡単だと思うので皆さんもよかったら作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画を見てね。バイバーイ。